ちょっとなかった。タイム。やばい。 今日、Z リーさんから連絡が実はありました。まあ、僕はあの Z リーさんとは対談させていただいて、普通にまあいい関係でいたと思ってたんですけど、実はめちゃくちゃ怒られました。これはちょっと僕たちが悪いです。というのも、Z リーさんとの対談動画、ええ、あるじゃないですか。あれって、そもそも約束としては、1ヶ月間の公開っていう約束だったんですよ。まあそのアジトとかも見晴れしたらやばいし、1ヶ月間だったらっていうことで特別に撮らせてもらってました。それは、正直すいません。本当にあの、僕たちも、 ちゃんと話聞いてて、了承した上でやらせてもらってたんですけど、僕は、多分僕の伝え方も悪かったんですけど、うちのスタッフに、ちょっと待った。タイム。やばい。 が結果的に一ヶ月以上にわたって掲載されてしまいましたあのスタッフに確認したんですけどまだ消えてなかったんですけど今から非公開にしますはいすいません、えっと、本当に申し訳ないです ZE さんそれ謝らないといけないんですけどちょっと今回えとそれですごいかなりお叱りを受けてですねかなりですね反省してるんで条件として皆さんの前で、まあ、僕たちが悪いんでこれはちゃんとあの謝るというか一言で皆さんに説明してくれたらいいよってことで許していただけるってことだったんで皆さんにえ伝えたいなと思いますすいません本当にとりあえずなんで今 から Z リーさんのおやつはすぐ非公開にしないといけないんで一応今から非公開になるんですけどそういうことなので非公開になりますビビってるとかじゃなくてやっぱり約束だったんでね結果的に破ってしまったのは僕たちの落ち度なのでそこはねちゃんと真摯に受け止めないといけないなと思いましたはいなので非公開にします、はい